わかった。あなたがその望みを奪う。氷結。はっ！宇宙の上昇！ニュー、破壊。はっ、アド、アスト。待ってた。巨巨を開く。はっ、これでどう。風に乗れ。終わりにする。頼りにここまで来ました。これからの旅は諸話キーパー、いい名前。あなたのために決意と信念を感じる。
れないでゆっくり待てば敵はおのずと現れる。共に参りましょう。もっと遠くへ。何事も素早く、いい心がけよ。何事も素早く。えい！遅い、つまらないわ。希望が残る知恵。分かった。あなたがそう望むのなら。Thank you.
ナジーが宝石器の上を流れる糸のように止まることなく形を変えていく。その糸をあなたが操り、新しい私を織りなした。わかった。あなたがそう望むのなら。分かった。あなたがそう望むのなら。わかった。あなたがそう望むのなら。わかった。あなたがそう望むのなら。みんなと一緒にいたい。いいぜ。忘れないで。わかった。
いらっしゃいませ。実報薬局へようこそ。こんにちは。どんな薬が必要ですか？うちの薬は口当たり抜群ですよ。雪をお目にかかるとは。あ、漂白者さん、来てくれたんですね。ああ、あんたが漂白者ね。お噂はかねがね聞いてるよ。こちらは昆州城の優子さんです。陳皮さんと同じ骨董の専門家なんですよ。ふふん、その通り。何って、そりゃお宝の手がかりを探してるに決まってるじゃん。そのうちのほとんどは食庭の古物。でも中には、上昇さんのものとは思えない来歴不明の品もあった。そこで、平井の港が出所じゃないかって、私は考えたわけよ。以前、過去の手がかりを探しにブラックショアへ行きたいと言っていましたよね。極楽野原の戦いの後、ブラックショアのメンバーは次々に昆州から撤収していきました。ですので、この機会に話を聞いてみるのもいいかもしれないと思って。え？漂白者さんが以前そのようにお話ししていたので。シシ、そんなに気にかけてるなんて、ヨンヨンはあんたに気があるんじゃない？あ、私はただ漂白者さんにとって大切なことなんじゃないかと。はいはい、冗談だよ冗談。つまり漂白者もブラックショアのメンバーを探してるってことでいいんだよね。それなら、私も一緒に行ってあげようか。私が直々にあんたたちの旅を守ってやろうじゃないの。名高い漂白者とプロの鑑定士たるこの私が揃えば、嫌いの港も何のその。これは新たな冒険の始まり。なんとなくそんな気がするんだよ。漂白者さんもいらしたことですし、まずはあちらの
ブラックシャアの花持ちの方に話を聞いてみましょう。パラメータに問題が起こるはずないのにな。そうだよ、何かよ。今いる。え？君まさかアールトに招待された人？わあ、ごめんごめん。金色の瞳に黒。私はニーヤ、ブラックシャアの花持ち。それにしても驚いたよ。あのさ、ずうずうしいかもだけど。そうなの？あんこが言うには君がブラックシュアの仲間になる日も近いって。私たちここでパラメータの異常値を計測してるんだ。この辺りに問題のある周波数が潜んでて、それを嫌いな港が滅びたのも悲鳴のせいだし、このまま異常周波数を放置したらまた新たな悲鳴が生まれる、うん、それでテティスシステムが私たちに指令を出したんだ。今は一刻も早く周波数を分析して、ただデータ収容員が異常周波数の位置情報を送ってくれたんだけど、その後連絡が途絶えちゃったの。いや、だから代わりに様子を見に行ってくれないかな。手に負えなそうだったら今週の公的機関に連絡すればいいから。まさかそれほど深刻な事態だったなんて。大丈夫、まだ最悪じゃない。テティスシステムの警報を受けて事前に食い止められるのが一番だからね。漂白者さん、私この方のおっしゃる件について調査。予期の東博としてこの地の安全を守るのも私の役目ですから。よかった、予期の人もいるんだ。じゃあ異常周波数の位置情報を共有するね。過去の残響、あるいはソノラが宿るものといったところかな。ソラリスにおいて周波数は何にでもなり得る。ただこの周波数はまるで重力源みたいに近づくと重力の異常を感じるの。だからうまく周波数を持ち帰れたらいいんだけど。調査君たちが戻ってきたらすぐにブラックシュアに帰ってテティスシステムに報告を。そうだ、じゃあ戻ってきたら一緒にブラックシュアへ行こっか。